アシャフフェンブルク旧市街。画面左端にヨハニスブルク城の一部が見える。マイン側から見たヨハニスブルク城。アシャフフェンブルクはドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン行政管区に属する独立市であり、フランクフルト、ラインマイン大都市圏の一部を成している。人口約6万8000人のアシャフ,フェンブルク市はバイエルンのウンターマイン地方最大の都市であり、 ウンター・フランケン行政管区では、ビュルツブルグに次ぐ、第、本市は、アシャフ・フェンブルク軍庁舎及び、アシャフ・フェンブルク短化大学の所在地である。アシャフ・フェンブルクは、マイン川とアシャフ川沿い、シュペッサルト山地の生誕、マインフィーアイックの北西角に位置している。本市は、西、北、東をアシャフ・フェンブルク郡に囲まれている。南は、ミルテンベルク郡に接している。 ヨーロッパで砂金石が産出される場所はわずかしかない。すなわちアシャフフェンブルク近郊とオーストリアのシュタヤーマルク州マリアツェル近郊である。さらにヨーロッパ最大産出量の採出地がウラル川付近である。市区を基本とするアシャフ,フェンブルク市の統計上の区画に関する標準がクラインドイミゲグリーデルング2010である。これに基づき 各市区の人口と面積が集計される。これによれば、2013年のアシャフフェンブルクの人口は67,844人であった。本市は十の市区で構成されている。アシャフフェンブルク市は、北から時計回りに、以下の市町村と境を接する、ヨハネスベルク、グラットバッハ、ァ、ゴルトバッハ、ヘスバッハ、ハイバッハ、ベッセンバッハ、ズルツバッハァムマイン、ニーデルンベルク、 グロースオストハイム、シュトクシュタットアムマイン、マインアシャフ、クラインオストハイム。以上、特に記載がない市町村はいずれもアシャフフェンブルク軍に属す。アシャフフェンブルクという地名はアスカニウスに由来するという説がしばしば誤って受け入れられている。元々の名称、アスコファバークは、アシャフ,フ川を表すアスコファにここをドイツ語で、城塞を意味するバーチが接続したものである。 本詞は様々な歴史上の文書に以下のように表記されている。ラテン語化された名称として、アセバーゲム、シャフナバーゲムといった表記もなされている。アシャフフェンブルクは5世紀にアレマン人によって建設されたのだが、最初の入植地は石器時代にはすでに営まれた。957年、シュバーベンコー・リュードルフが聖ペテル及びアレクサンダー修道院を設立した。 アシャフフェンブルクは982年に夫を1世から夫を2世を経てマインツ大司教に寄贈されオーバーアムトを形成した。10世紀から1803年の帝国代表者会議主要決議までアシャフ,フェンブルクはマインツ選定公領に属しており当時はマインツ大司教の第二の都市であった。マインツ大司教の世俗支配下にあった領土は 中世全体及び近世に著しく断片化し、最も大きなまとまりが、アシャフフェンブルク周辺の現在バイエリッシャー、ウンターマインと呼ばれている地域であった。このため、アシャフフェンブルクは重要な行政都市であり、大司教がしばしば滞在する町であった。957年に、セーペテロ修道院教会の建設が始まった。九十八年、マインツ大司教ビリギスは、 マイン側に木造の橋を建設した。1122年頃、大主教アーダルベルト一世、ホンザールブリック県は集落に防衛施設を建設した。アシャフフェンブルクは1144年に市場開催権を1161年に都市権を授けられた。1346年にアガータ教会の周囲に死壁で守られたホアシュタットが建設された。 同じ年に大司教ハインリヒ3世、フォン・ビルネブルクは本誌の特権を保障した。1675年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれたアシャッフ,フェンブルク。マインツ大司教アルブレヒト・フォン・ブランデンブルクはもともとはハレ・アンデ・アザールに住んでいた。彼はハレでは芸術的パトロンであり、特にルーカス・クラナハに多くの作品を依頼した。 宗教改革の結果、彼は1541年に晴れから逃走を余儀なくされ、居住地をアシャフフェンブルクに移した。その際、多くの美術品を運び出した。このため数多くのクラナ派の絵画や、それぞれの日付の聖人の聖遺物を集めた聖、遺物歴がアシャフフェンブルクの聖ペテロ及びアレクサンダー修道院教会の所有となった。 アルブレヒトはここから職友情に関する有名な書簡をマルティンルターに対しても送っている。セペテル及びアレクサンダー修道三次会は1516年に画家マティスに祭壇画の制作を依頼した。1552年に辺境白戦争によって古い城が破壊された後、1605年にヨハン・シュバイクハルト・フォン・クロンベルクが新しい上官。 ヨハニツブルク城を建設し、1619年に完成した。1631年から1634年まで、アシャフフェンブルクはマインツにおけるスウェーデンの所有物であった。アシャフ,フェンブルクの戦いこの修道院は、1700年頃、フランケン騎士サークルの関東オーデンバルトに登録されている。1798年にマインツがフランスに占領されたため、 アシャフフェンブルクはマインツ大使教領の首都となった。1803年、最後のマインツ選定校で帝国最小のカールテオドールフォンダールベルクがアシャフフェンブルク公国を創設し、アシャフフェンブルクは同年この新しい国の首都となった。1810年から1813年まではアシャフフェンブルク公国を含むフランクフルト大公国の首都であった。 その後1814年6月3日のパリ条約でアシャフフェンブルクは1814年6月26日にバイエルン王国領となり、それ以後バイエルンに属している。1835年から1865年までアーダルベルト・ホンヘルラインがアシャフ,フェンブルクの市長であった。その在任中、急速な人口増加が起こった。 バイエルン国王ルートビヒ一世は1840年から1848年に別荘ポンペイアヌムを建設した。広島戦争では1866年7月14日にアシャフフェンブルクで戦闘が行われた。ボルフスタール広場のかつてのナビの館。この街には700年からユダヤ人家族が住んでいた。アシャフフェンブルクのユダヤ人たちは 周辺のユダヤ人たちと同様、死者を、はじめは、フランクフルトに埋葬していたが、18世紀の初めに、シュバインハイムシクに、ユダヤ人墓地が設けられた。ここには、1942年に強制一送前に、自殺した7人のユダヤ人を忍ぶ記念碑が建てられている。1890年には、旧市営墓地に隣接して、もう一つのユダヤ人墓地が造営された。 ユダヤ人の生活により、ボルフスタール広場の旧学校やラビの館が作られた。シナゴーグは1893年に建設されたが、1938年11月の排斥運動に突撃隊によって冒涜され、破壊された。唯一残されたかつてのラビの館は、市の青年館として利用された後、アシャフフェンブルク市によって1984年に、 ユダヤの歴史と文化の博物館が設けられた。展示物には、迫害やホロコーストでの殺害に関する情報もある。事前家であったユダヤ人銀行家ボルフスタールにちなんで名付けられた広場には、約300人のアシャフフェンブルクのユダヤ人を追悼する記念碑が建立されている。また、市内には、つまずきの石が記念碑として埋め込まれている。 この町では1925年からユダヤ教のロッジが禁止されるまでブナイブリスロッジという名前のロッジがあった。1937年に押収されたラムプレヒト、通り21番地のロッジはアンドレアス・バウリードルハウスとして NSTP の地方統括本部が置かれた。アシャフフェンブルクは1940年から1945年3月までに 連合軍による空爆を20回受けた。最も深刻な被害は、1944年11月21日のイギリス空軍による空爆であった。アシャフフェンブルクの大部分、特にダムシクが破壊され、344人が死亡した。1945年春のアメリカ陸軍の侵攻に、対してアシャフフェンブルクは、防衛の立場を明らかにし、あらゆる手段を講じることとした。 この決定は本市のさらなる破壊をもたらし、周辺村落も砲撃や空爆により被害を受けた。一般市民からも多くの死者が出た。アメリカ軍は破壊されずに残ったニルクハイマー鉄道橋を通ってシュバインハイム地区に到達し、1945年のジュナン州の戦闘の間に内市街に突入しようとした。空爆による破壊後、 さらにこの街を占領するために行った砲撃によって、例えばヨハニス城やポンペアノムなどの貴重な文化財や建築物がひどく損傷し、または破壊された。9日間の防衛戦の後、1945年4月3日にこの街は降伏した。すべての破壊された教会が再建され、上官も1954年から再建された。 ポンペアヌムは1984年から1994年にやっと再建された。この二つの建築物は現在、この街の風景に特殊な具合に再び組み込まれている。しかし多くの価値ある建造物が、え、旧市庁舎のポルチコは新しい建物と融合した。レーベンアポテーケは1995年に市民主導の活動により昔の様式で復元された。 第二次世界大戦後の1945年にアシャフフェンブルクはアメリカ管理地区に属した。アメリカ軍政府は、いわゆるディスプレイストパーソンを収容する DP、収容所を設けた。その多くは、ウクライナやポーランドの出身者であった。1958年夏にアウトバーン A3 号線にアシャフ,フェンブルクセントルム、インターチェンジが利用開始された。この年に、 聖ペテロ及びアレクサンダー修道院協会はマイナーバシリカという教皇庁の格式を与えられ、聖ペテロ及びアレクサンダー修道院バシリカ協会となった。グイードクノップは1978年に歴史討論を発足させ、2008年まで毎年アシャフフェンブルク会談を開催した。これは当時のドイツにおける歴史討論の格好たる構成要素の一つであった。 1990年から1992年にかけて以下のアメリカ軍の軍事基地が閉鎖されたテイラー兵舎、アシャフフェンブルク軍事飛行場、フィオーリ兵舎、グレーブス兵舎、レディ兵舎、スミス兵舎、イエーガー兵舎。イエーガー兵舎には第一次世界大戦までバイエルン王国第二両兵大隊が駐屯していた。1995年、 ここにビルツブルグシュバインフルト専門大学の分校が開校した。その後すぐにアシャフフェンブルク分校は独立のアシャフフェンブルク専門大学となった。シュバインハイムシクとガイルバッハシクの軍事演習場は2007年に土地所有者に返還された。アシャフフェンブルクに対して以下の合併が行われた。アシャフフェンブルクの人口水位中生から 近世初期アシャフフェンブルクの人口はゆっくりと増加し、度重なる戦争、薬病、飢餓などで、度々減少した。30年戦争中で、ペスト流行後の1635年には、大幅な人口喪失を感受しなければならなかった。1792年のキュスティーヌ将軍による、マインツ占領前、アシャフ,フェンブルクの人口は、約3000人強であった。 カンポ・フォルミオ条約の結果としてのフランスによるラインガー・サガンの占領に伴い、マインツの低震の大部分がアシャフフェンブルクに移り住んだ。さらに、低震以外にもマインツやラインガー・サガン地域から移住するものがあった。1812年までにアシャフフェンブルクの人口は約6600人に増加した。19世紀になると工業化に伴い、人口増加に拍車がかかった。 1900年頃、本市には約1万8000人が住んでいた。第二次世界大戦の影響ははっきりと目に見える。1940年9月から1945年3月まで20回以上の空爆後、市の大部分が怪人に返した。最も激しかった1944年11月21日の空爆だけで344人が命を落とした。 全体では、疎開、逃亡、空爆によりアシャフフェンブルクは人口の1、3を失った。人口は1939年の45,379人から1945年12月には38,61人にまで減少した。人口は1950年に戦前の状態まで回復した。バイエルン州統計。 データ管理局の研究に基づく2006年12月30日のアシャフフェンブルク氏の公式な人口統計値は69,863人の歴史上最高値に達した。2011年人口調査に基づく2011年12月31日時点の人口は67,470人に修正された。2011年の人口調査は ドイツ全体の人口を明らかに過方修正しており、1987年から行われた過去の人口調査に基づき補正された先行する人口統計値も過剰評価している可能性があることを示唆している。以下の表は各時点の地域における人口を示している。1792年と1812年の数値は現代の研究に基づく推定値であり、 これ以後は人口調査結果、または公的統計機関の研究値である。人口調査結果アシャフフェンブルクでは、周辺市町村と同様に、ラインフランケン方言の一つである、ウンター・マインラントりが話されている。人々は、時にカくなに、ウンター・フランケンりでは話さない。アシャフフェンブルク方言自身は、境を接するカール・グリュントりや、グロース・オストハイムりといった、 ウンターマイナン,ント方言地区からも区別されている。アシャフフェンブルク方言を話す有名人としてキャバレティストのウルバンプリーウォールがいる。アシャフフェンブルク市長者2000年に就任した上級市長クラウス・ヘルツォークは2006年3月の選挙で再選され2012年3月11日の選挙でも82.0%の票を獲得して 対立候補のビンフリーとバウスバックに勝利して3期目に着いた。ヘルツォークは2020年の上級市長選挙には恒例を理由に立候補しなかった。この選挙では第1回投票で過半数の票を獲得した候補者がいなかったため、ユルゲン・ヘルツィングとイエシカ・オイラーとの間で決選投票が行われた。その結果、 66.6%の票を獲得したユルゲン・ヘルツィングが新しい上級市長に選出された。戦後の上級市長を以下に列記する。1633年から1839年まで使われたアシャフフェンブルクの紋章アシャフフェンブルク氏は以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる。2006年6月23日から25日までアシャフフェンブルク氏は パースとの姉妹都市50周年を祝った。祝典には、パース及びその周辺から市長ボブスコットと大規模な施設団が、このドイツの姉妹都市を訪れた。祝典のハイライトは、アシャフフェンブルクのファザネリーで開催された、ハイランドゲームズであった。連帯都市援助、協力関係性ペテロ及びアレクサンダー修道院教会我らが、 聖母協会の内部アシャフフェンブルク市立劇場 FAN フランケンシュトルツアレーナアシャフフェンブルク市修道院博物館ゲンテルハウスセーペテロ及びアレクサンダー修道院協会の回廊。シェーンブッシュ場と公園クライネシェーンブッシュアレー歩行者専用区域のヘルシュタル通りアシャフフェンブルクには店舗数720以上売り場総面積20万平方メートル以上の ショッピングエリアがある。一人当たりの売り場面積は2.92平方メートルである。歩行者専用区域だけで約5万平方メートルがある。この他に同じく5万平方メートルの売り場面積を持つ北ガイエルン地方最大の内市街型ショッピングセンターであるシティイコールギャラリーがある。アシャフフェンブルク市民の購買力は107.4で、 州全体の平均値よりも高い。これは一人当たり17,709ユーロに相当する。これらの小売店は約7万人のアシャフフェンブルク市民のみならず、ラインマイン地方南東部の40万人が利用し、さらにアシャフフェンブルク軍の住民17万5千人、ミルテンベルク軍の13万千人、マインシュッペッサルト軍の13万2千人も利用対象となる。これらを合わせて、 約73万3000人の顧客が形成される。1990年代から、市の南西部、シュバインハイムの外れ、ビュルツブルガー通りの旧アメリカ軍施設が、住宅地やサービス業地区に再開発されている。かつてのグレーブス弊社には、人海集積場、亡命者収容施設、小規模企業が置かれた。もともと計画されていた、テクノロジーセンターは設けられなかった。 個別の企業で、これまで最大なのは、2005年12月27日にオープンした、バウハウス社のホームセンターで、旧レディ弊社近くに120人の新たな雇用が、創出された。旧イエーガー弊社は現在、アシャフフェンブルク大学の本部となっている。スミス弊社の敷地では、2005年にライマイスター、グループが建物を買収し、ビジネスセンタービュルツブルガー通りに改築した。 この建物はこれ以後オフィスビルとして利用されている。ライマイスターグループは2009年にこのエリアで第2の空き家の建物を獲得してビジネスセンタービュルツブルガー通り2号を胸に改築した。この建物はやはりオフィスビルとして利用されている。スタディオン・アム・シェーンブッシュサッカー全国的に有名なのは伝統のクラブであるビクトリア・シャッフ,フェンブルクである。そのホームゲームは シュタディオン・アムシェーンブッシュで行われる。1950年代には長らく、ドイツ最高クラスのリーグでプレーした、このクラブは、1989年に、ブンデスリーガ2部から降格され、短い中断を経て、オーバーリーガヘッセンに属した。2012、13年シーズンに、バイエルンフットボール連盟に移って、以降、ビクトリア・シャフフェンブルクは、レギオナルリーガ・バイエルンに所属している。 ダンス1962年に創設されたダンス競技クラブシュバルズゴルトアシャフフェンブルクには850人以上の会員がおり、ドイツ最大のダンス競技クラブの一つに数えられている。ハンドボール TV グロースバルシュタットのマスコット、レオ・レーベンヘルツ TV グロースバルシュタットは、ブンデスリーガのホームゲームを FAN ・フランケンシュトルツアレーナで行っている。 想定ドイツ想定連盟の加盟クラブとして、ルーダークラブアシャフフェンブルクがある。このクラブは、競技、学習、余暇といった幅広い目的をカバーしており、本心においても、連盟においても、最も優秀なクラブの一つに数えられている。スポーツ、レジャー施設、アシャフフェンブルガーフォルクスフェストの花火とライトアップされた、ヨハニスブルク城。アシャフフェンブルクは、バイエルン州で、 最も旅館や飲食店の密度が最も高いことが知られている。約400人が宿泊業や飲食業に従事している。2008年まで毎年、アシャフフェンブルガーゲシュプレヒエが開催されていた。この他の年中行事としては、6月に1週間にわたって行われるアシャフフェンブルガーフォルクスフェストがある。この祭りでは、花火や城のライトアップが行われる。音楽、 フェストコムズ8月最終週の週末に行われるアシャフフェンブルクの市祭りフロースハーフェンデガッタ2005年から開催されているフォークリスト操縦の世界大会であるシュタプラーカップなどがあるドイツ商工会議所の2万社に対するアンケートでアシャフフェンブルクは経済立地ベスト3位に選ばれた有利な立地条件としては取引先に近いこと交通インフラ教育機関 大学との産学連携が挙げられた。アシャフフェンブルクは、市の北をかすめるアウトバーン A3 号線により、交通網に接続し、市内のいずれの地区からも数分で3つのインターチェンジの、いずれかに、アクセスできる。フランクフルト国際空港までは、自動車で約30分で到着できる。さらに、フランクフルトアムマイニへ、鉄道の便もあり、内陸港も存在する。 アシャフフェンブルク周辺地域はドイツにおける繊維産業の伝統的な中心地の一つである。20世紀の初めにはこの地域で約3万5千人がこの業種に従事していた。シュペッサルト産地の貧しい住民は緊急に必要な副収入を得るために下請けの内職を行った。グローバル化や賃金集約部門の低賃金地域の移転によって この地域の製造部門の職場は失われたが、多くの場合、会社はまだこの土地にあり、工場販売によって地域を超えた顧客を引きつけている。製材業と製紙業、リンデのホークリフト H35 スペッサルトの豊富な木材のおかげで、アシャフフェンブルクは製紙業の中心地でもあった。かつてのバルトホーフアシャフ,フェンブルク製紙工場の二つの工場は現在、 南アフリカのサッピグループ及びイギリスの D.S. スミス製紙に属している。ただしサッピ社はアシャフフェンブルクに直接存在せず、隣の市場庁取得したとアムマインにある。この会社では放送用紙や衛星用紙を製造している。2007年初めにポルマイヤーマッシブホルツはアシャフ,フェンブルクの港の敷地に新たな製材所を稼働させた。 ここに180人の新たな雇用が生まれた。投資額は約1億5000万ユーロであった。これは1954年以降、この町で最大の工業用新建築であった。市は、これによる林業従事者及び森林所有者に対するインパクトや、下請け企業のさらなる雇用創出を期待している。金属化工業と電気産業、アシャフフェンブルク市には、 2つの大きな自動車、下請け会社がある。これらは世界的なコンセルンに組み込まれている。この他にも、本市やその周辺地域にはこの分野の下請け業者が存在している。アシャフフェンブルクには、リンデマテリアルハンドリング GMBH の本社がある。この会社は、ビースバーデンにある世界、第2位のフォークリフト及びの作業用車両メーカー。 キオングループの100%子会社である。自動車分野のこの他の下請け業者やサービス業者は、アシャフフェンブルクの周辺地域にある。アシャフフェンブルク大学も自動車産業に協力している。この地域には、測定、制御工学系企業も存在している。情報技術、ソフトウェア開発の企業が重要性を増している。アシャフ,フェンブルク及びその周辺地域で有名な、 企業には例えば以下の会社がある。DPD、リンデマテリアルハンドリング、カウプ、TRW、高タ田タ、アドラーモー、SAF イコールオランダ、SCA、PSIE、オンネッツ、モドラー。医療豊富ガルテンクリニックアシャフフェンブルク、アシャフフェンブルクには3つの病院合わせて789床の病床がある。133件の専門医員。 26件の一般委員、68件の歯科委員、38件の薬局がある。ソーシャルサービス老人のために、市は6カ所の老人ホーム及び養護施設、合わせて730人分の居住スペースを用意している。さらに266世帯のシニア向け住宅や、4つの異なる施設に合わせて、約220人分の介護者付き住居を用意している。 イニシアティブソーシャルネットアシャフフェンブルクは、社会的要請に応じて、介護施設、役所、組織、サークル、協会施設の間で情報を交換している。アシャフフェンブルク中央駅鉄道アシャフフェンブルクは、アシャフフェンブルク中央駅、ハーフェン駅及び近郊交通用の駅である、方補修レ駅、アシャフフェンブルク南駅、オーベルナウ駅で、鉄道網に接続している。 キューバフハガウ鉄道のニルクハイム駅は1974年に廃線に伴い営業を停止した。数年にわたる努力の結果、アシャフフェンブルク・ミルテンベルクから支援物資公園を通って産業地区にルクハイム2までの区間の軌道が保存され、バイエルンハーフェングループの所有となっている。また、1974年まで訓道アブス16号線と平面で交差しており、 すでに取り壊されていたグロースオストハイムまでの区間が復旧されることになった。数多くの近郊、遠距離列車が運行している。バイエルン州と DB ステーションサービス AG との間の外滑協定書によれば、ゴルトバッハ通りの鉄道路線沿いに新しい停車駅を設けることになっている。2009年中頃に中央駅の駅舎が解体された。 2011年1月29日に新築された駅舎が連邦交通大臣ベーター・ラムザウアーによって引き渡された。アシャフフェンブルク中央駅は2012年にアリアンズプロシームによって2012年の駅に選ばれた。本市にちなんで名付けられたインターシティエクスプレスの列車がある。港アシャフフェンブルクコーターツハーフェンアシャフフェンブルクは ヨーロッパ横断水路ラインマインドナウ沿いにあるバイエルンハーフェングループに属し、バイエルンのウンターマイン最大の産業地域を包含する。道路、鉄道、水路の3つの経路で海上コンテナの積み替えがなされるほか、物流、補給、リサイクリングの分野の重要拠点に位置づけられる。2005年には280万トン、2011年には330万トンの 貨物が取り扱われた。1886年から1938年まで、アシャフフェンブルクは、マイン側の欠点シフの機関所であった。道路、アシャフフェンブルクは、アウトバーン A3 号線の3つのインターチェンジで、結ばれている。A3 号線経由で、フランクフルトアムマイニアやブルツブルグに到達することが、できる。連邦道、B26 号線が内市街を通っており、 B8 号線に接続する。B469 号線は西から来て地域をかすめている。アシャフフェンブルク近郊に連邦アウトバーン A45 号線の南端であるアシャフフェンブルクドルトムントがある。環状道路1896年にはすでにシュバインハイマー通りとゴルトバッハー通りの間、アシャフフェンブルクミルテンベルク線沿いに 幅13メートルの環状道路が計画されていた。現在のクールマインツ環状道路、ビッテルスバッハ環状道路、ホーエンツォレルン環状道路である。1901年にダムとライダーが合併した後、自動車通行量の増加に伴い、1920年代半ばから通過道路及び迂回道路のプロジェクトが開始された。シラー通り1902年。 ハーナウアー通りとダルムシュテッター通りとを結ぶ、シュロットフェーギルグルントのマインガーにかかる橋1925年、シュラハトホーフ通り1932年、バーンベーク1931年、リービヒ通り1931年、現在のシュペッサルト通り1931年。1947年から、これらの路線沿いに閉じた、環状道路が計画、建設された。 1960年代中頃に開通した最初の長い区間は環状道路計画の外側にあり、アシャフフェンブルク市の古いプロジェクトのダムバイパス道路にあたるものであった。この実現しなかったプロジェクトはシュバルツェン橋とゴルトバッハーダカカ京都を三角国道8号線と26号線で結ぶ計画であった。これとは異なるが、ダム中心部に関しては同様のプロジェクトは、 空爆の結果、当時のケスター合戦の北側がほぼ完全に破壊されたことが有利に働いた。この最初に開通した道路は、グラットバッハー通りからシラー通りを経由してブルヒャルと通りに接続する区間を含んでいた。その後、やはり1960年代半ばに、エーベルト橋が完成した。環状道路の南区間も、1970年代の、 アデナウアー協建設により工事が始まり、一部は数十年前から利用され、内市街の通過交通量を軽減している。このほか市の東部区間は2013年6月28日に開通した。アウトバーンウカイロ U48 号線という77号線は、シラー通りによって市の環状道路の役割を担った。2011年、 鉄道フランクフルトニュルンベルク線沿いで北の環状区間建設が始まった。数十年前に廃止されたアシャフェンブルク、ミルテンベルク線の軌道沿いに建設された南の区間になったものである。北環状道路の最初の区間は2012年5月と12月に開通した。2014年2月に鉄道のスプザーポースが計画された。北環状道路と 西環状道路との接続は、ハーナワー道路のガード下付近になる。北環状道路は、住宅地を通るシラー通りの負荷を軽減し、環状道路の機能を満たすものとなるはずである。北環状道路の完成と、それによる環状道路の閉館は、2017年に予定されている。公共交通機関市内には、アシャフフェンブルク市施設局の15本のバス路線が運行している。 これらは15分から60分間隔で運行している。アシャフフェンブルク軍、ミルテンベルク軍、およびヘッセンへは、KVG の5路線、ビュの12路線のバスが運行している。さらに、ドイツ鉄道 AG の4本のバス路線が、バイエリッシャー・ウンターマイン交通共同体バブを形成している。夜間や日曜日には、定期バスの他に、それぞれの時間に、 通常の市施設局のバスが運行していない場所まで行けるオンデマンドバスのサービスがある。自転車道マイン川沿いに以下の自転車道が通っている。飛行場アシャフフェンブルク飛行場アシャフフェンブルク飛行場は交通飛行場に分類され、市街地の南西 2km の市場町グロースオストハイム内に位置している。2013年に滑走路がアシャフフェンブルク方向に 約350メートル延長することが航空法基準を許可された。さらに、地域の南、ツルツバッハとの試察会には、グライダー飛行場がある。印刷媒体放送媒体アシャフフェンブルクの地方裁判所が入居している、司法センター司法アシャフフェンブルクは、地方裁判所の所在地である。アシャフフェンブルク地方裁判所の管区は、アシャフフェンブルク市。 アシャフフェンブルク軍及びミルテンベルク軍を包含する。この地方裁判所管区には、アシャフフェンブルク裁判所とオーベルンブルク、アムマインク裁判所が属している。刑務所は、シュトリートバルト区にある。内市街のアレクサンダー通りには、未決州監獄が長らくあった。学校アシャフフェンブルクの1万8000人の児童、生徒は、合わせて55校の学校に通っている。学校は、 基礎家庭学校13校、本家庭学校8校、実家学校4校、経済学校1校、ギムナジウム4校、養護学校5校、専門、職業学校22校がある。アシャフフェンブルク市民大学には、毎年3000コース以上が用意され、約5万人が受講している。アシャフフェンブルク市立音楽学校のコースには、約1000、この音楽学校は、 1810年に開校したドイツで最も古い音楽学校であるとされている。アシャフフェンブルクの学校は私立図書館のサポートを受けている。私立図書館は約8万点のメディアを収蔵し、貸し出し数は年間43万回以上である。アシャフ,フェンブルクにはドイツに10校ある石膏のマイスター学校のうち1校が数十年前から存在している。 大学アシャフフェンブルク大学アシャフフェンブルク大学は1995年10月5日にまずビュルツブルグシヴァインフルトアシャフフェンブルク専門大学の一部門として教育活動を開始したアシャフフェンブルク大学は2000年10月1日以降独立し電子情報工学メカトロニクス経済工学再生可能エネルギーとエネルギー管理 国際的販売管理技術、コミュニケーションとドキュメンテーションといった過程を現在有する工学部、経営学、経営法学、国際的不動産管理といった過程を現在有する経済、法学部が設立された。社会教育学専門アカデミー社会、教育学専門アカデミー社会、教育学専門アカデミーは、教育者のための教育機関である。このアカデミーは、 ダムシクにあり、アシャフフェンブルク軍が経営している。毎年約50人の卒業生が輩出される。この施設は1973年に創設された。1990年代半ば以降は、マイナシャフのマインタールハレで毎年開催される音楽演奏会で近隣に知られている。特に冬季の空気中微細粉塵負荷に対応するため、 2006年12月から2009年6月まで空気清浄プロジェクト委員会が活動していた。2008年2月1日の会議では、極めて高い家庭での天然ガス普及率に基づき、PM10 排出量の85%が燃料としての木材に起因すると評価された。対策として、レーゲンスブルクの燃料条例のような有害物質、排出規制が検討されたが、 議決には至らなかった。アシャフフェンブルクには、二つの自然保護地区、一つの風地保護地区、二つのジオトープがある。多様で、形態学的に価値の高い人口の自然がこれを補っている。以下に、理想的な果樹園や貴重な花が豊かな草地について記述する。果樹園果樹園は、多くの珍しい動植物の生息地である。アシャフフェンブルク市内には、 古いマインツのラント法のおかげで何世紀もの間に、比較的狭い土地区画が成立し、その多くが数十年前まで副業で農業が営まれていた。やがて社会的技農や工作放棄によって、樹木園や背の高い果樹園が放置された。こうした土地の多くが、10年以上前から手入れがなされ、枯死した木は、地域固有の種類の果樹に植え替えられた。 シュバインハイムシクやオーベルナウシクでは、この活動は、厳しく保護された鳥類の中でも、特に珍しくなったコキンメフクロウの個体数維持に、貢献している。自然保護から、バイエルン州鳥類保護連盟との共同で、果樹園、プロジェクト、シュラール・アフフェンブルガーが発足した。これは、この地域に、典型的な人口の自然を保護し、種の豊かな生存空間を維持することを、目的としている。 さらに、地主と収穫した果実の果汁を納入してもらう契約を結び、これから製造したアップルジュース、アップルワイン、シードル、及びその他のリンゴ製品をブランド化した。2000年の設立以後、契約農場はビオラントリヒトリニーエンによって経営されている。アシャフフェンブルガー・マウラフこれらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。